早い、もう行ったのね、元気だ、朝焼けが見れるということで、今日もいつものとこ来ました。波はまあそんなに大きくはないですけど、できるだけ十分ありますんで頑張っていきますよ。もうみんな早いな、もう 1,2,3,4,5 人入ってます。6時8分、早いです。今日はベーシストが急に来られなくなっちゃいまして、また私一人で頑張りますんで、そこんとこよろしく。一丁二丁三丁頑張ります。はい、ありがとうございます。会員ナンバー136、今日は波がちっちゃめなんですが、孫のよりちゃん頑張るよ、おじいちゃんよろしく。はい、
もう始まった、うん、はい、お疲れ様です。今日もまた一人でもぐもぐタイム、うまうまタイムに変えませんか。ダメダメで、一人の時はうまうまタイム。はい、今日は何ですか。ソーセージ。あ、ソーセージ、これは愛さんにいただきました。痛いよ、これ半分ちょうだい、半分半分。うん、なんか甘くない。いつも食べてるやつと違う、甘い、ほんのり甘いです。噛んでちょっとうっすら甘くて、なんか滑らか、まあまあいけるんじゃない。ちょっとうっすら甘いっていうのがこれ初めてだから面白い、普通にうまい。はい、じゃあ次行きましょう。ごぼう、ごぼう、それは S 弟さんですね。アイさんも S さんもいつもありがとうございます。うわうわ、すげえ、ごぼうの、ごぼうの匂いすげえ。あ、本当だごぼうだ、これごぼうだ、すげえ、ごぼうの匂い、うん、うん、これは普通のおかきみたいで、揚げ餅みたいで、口の中に入れるとごぼうの香りがものすごいです、うん、食感は普通のおかきです。ちょっと俺はどっちかっていうとごぼうのこの風味というか香りが苦手かもしれません。美味しい、美味しい。次、あんきり。あんきり、あんきり、何あんきりって。こしあんを包んだかまどみたいな形のおまんじゅう。うーん、これ匂いは特別しないね。周りはよくある、うん、まんじゅうだね。これもあS さん、S 弟さんからいただきものです。ありがとうございます。で、今日は何点？今日も40点かな。波がね、まあセットはサイズはまあまあ腰ぐらいはあったと思うんだけど、早いんだよね。早くてワイドというか、上手い人はそれでもなんとかやってたけど、今日は難しかった。残念だったな。こんなとこかな。以上だ。もういい締めて、今日も海で声かけていただきましてありがとうございました。あ、そうなの、うん、じゃあ締めたいと思います。よー、今バックしてます。はい、お疲れ様でした。閉店ガラガラ、今日も楽しいコンビニですよ。以上、これ